はい、どうもー、毎日ポジティブ259回目でございます。よろしくお願いします。さあ、それは昨日の動画についたコメント、昨日はゼロでございました。もらえるように頑張ります。さあ、本日のお話はですね、余白を作るという話をしたいと思います。昨日ですね、ほとんどの方がですね、仕事終わりの方が多いと思います。サラリーマンの方もそうですし、いろんなですね、職業の方々、昨日で仕事が終わって、これから正月休みに入ると。その中でやっぱり居酒屋って、昨日は多分どこも満席でどこも忙しかったと思うんですね。まあ、ポジティブ居酒屋もですね、昨日は予約が1件入ってまして、4名様の予約とそれ以外もフリーのお客様で非常に賑わったんですけども、まあその中で7時にですね、ご予約のお客様がいらっしゃって、で、また7時にですね、ちょっと電話が来て、今から4名、行けますかと。で、その時は、まあ、4名様のご予約のお客様だけだったので、ご案内することも可能なんですけども、昨日の最初の4名様の新規、ね、予約の方はですね、新規の方だったので、まあ、説明もする、そして宴会のコースでもないので、普通にオーダーが入ってその料理を作ると。その中でまた新たに新規の4名様入ったら、もうほとんどですね、常連のお客様座る席もないですし、これうちのお店の説明もですね、この時間差で説明するのも非常に難しかったりですとか、まあ一人で僕営業しているので、その中でこの先に1ヶ月前に予約をしてくれた4名様のクオリティが下がる可能性が非常に高かったんですね。で、新規のもちろんね、その日予約をしようとしてくれた4名様もご案内することは可能でしただったんですけども、僕はあえてそれはですね、今回はご予約という形を取りませんでした。なぜかといったら、やっぱりこのお店に余白がなくなるとですね、常連のお客様も座れなくなるんですね。で、このお店は今5年目を迎えておりまして、本当に常連のお客様に助けられた店なんですよ。本当にそういう近場の常連のお客様が気軽に来れる店でやってきた中で、やっぱこういう風に忙しくなってしまって、もうピッチピチにですね、僕が予約を入れてしまったら、もうお客ね、せっかくこう最後にこう顔をね、店に来てくれる常連のお客様もそうですし、まあ気軽に一杯2杯飲んでね、帰ろうって言った方もそうですし、そういう方が入れなくなってしまうっていうのは、僕は正直そういうような営業をしたくなかったんですね。もちろん4名様の新規のご予約のお客様のクオリティも下げたくなかったし、で、その時にベストの選択をするんであれば、僕はあえて、今回はすいません、今日は、お席満席なので、また次回お願いいたしますという話をいたしました。その時のベストって何かなって、多分人によって全然違うと思うんですけども、僕の中ではちゃんとご予約のお客様にしっかりと説明だったりとか、しっかりとうちのお店のクオリティのものをご提供する、そしてなおかつ、常連のお客様、普通に気軽に入ってきたいお客様の席も用意しとくというのが、僕の中ではですね、やっぱり自分の考える理想の居酒屋だと思うので、あえて予約をバチバチに入れすぎないことも、僕は思いやりの一つなんじゃないかなと思ってます。まあ、結果、まあ、その4名様のご予約のお客様以外にも常連のお客様も来て、まあ、満席になってですね、非常に昨日ももう2組、それ以外にも2組ぐらいですね、こうお店入れなくて帰ってしまった方もいらっしゃったんですけど、本当にもう来てくれる人、そして予約をしようとしてくれた人、みんなに感謝の気持ちを持ちながらも、じゃあみんなが平等かといったら、正直僕は平等ではない部分の気持ちもあります。それはもう300回500回800回来ているお客様と新規のお客様が全員同率で僕が同じ接し方をすることはないです。やっぱり、常連のお客様にいっぱい来てくれる人に対する思いは正直強いです。で、新規のお客様もじゃあそれをないがしろにするのか、そんなことはないです。新規のお客様ももちろん喜んでもらいたいと、それは常連様も全く同じ考えなんですけど、ただもう予約で新規いっぱいにすることによって、その余白がない状態の営業というのは、このお店のクオリティも下げるし、結局後から来たお客様の説明もできなかったり、料理も遅くなったりっていう風になってしまった時、このお店の良さも伝わらないんですよ。このお店の一番良さって、新規のお客様いて、常連のお客様いて、それが融合してる時が一番このお店の最大の力を発揮できるんですね。そうすると、あ、このお店こんな店なんだよっていうのを常連のお客様から聞くと、新規のお客様もより信憑性を増すわけじゃないですか、僕から全部話すよりも。っていうこのバランス、常連のお客様半分、新規のお客様半分ぐらいのバランスが保ってるのが、一番ベストのこのポジティブ居酒屋の最高にクオリティが高い状態になると。
この状況を作りたいということで、あえて予約を残すためにその昨日連絡あった4名様はお断りをしたんですけど、まあそういうふうに僕は営業してます。はい、これはもう公言しております。はい、別に席があるからバン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 新規のお客さん埋めてっていう営業の仕方ではない、このやっぱり最高のクオリティを求めて一番いい状態にしていきたいと思っているので、じゃあ多分こう思う人もいると思います。いやそれだったらもう人雇えよって、人雇えばそれ解消できる。確かにそう、人雇えば解消できる部分もある。でも忙しい時もある、もちろん暇な時もあるし、なおかつですね、人件費を払うことによってこのお店の売り上げが上がるかもしれないですけども、やっぱりこの今の金額設定でやるのは厳しくなることももちろんあるからです。はい、じゃあ売れる時にだけじゃあ 人を入れて、売れない時は来なくていい、そんなことできないですよ。人を雇うというのはもうその人の人生を雇う、もう背負うぐらいの気持ちじゃないと僕はやっぱり人を雇えないんですね。それなぜかといったら2号店で僕はそれを経験してるからです。2号店を出した時にですね、73歳の方、そのね頑張ってるおじさんをですね、僕が雇ってもうギリギリまで給料を払い続けてこの店が潰れる寸前になったこともあるんです。どれだけやっぱ人を 雇うということがですね重要で、ものすごくそこは責任があるかというのを僕はそんと知ってるから、そんな簡単に人を雇えない、忙しい日っていうのは分からないですし、というまあちょっといろいろなこうことでぐっちゃになってしまったんですけども、僕が伝えたいのはちゃんと心に余白を作って、じゃあ何が一番のクオリティで一番 全力一番ベストを出せるのかというのを考えてやることっていうのは僕は非常に大切だと思います。これは物事、このポジティブ居酒屋以外のいろんな仕事にも通じるんじゃないかと。もう何でも受け入れて受け入れて受け入れて、最終的に受け入れ人たちが微妙なこうクオリティになってしまうっていうことも結構あると思うので、そこはしっかりと厳選しながらも、もし入れないお客様いるんであればまた次回チャレンジしようと、でその時に最高のクオリティのものを提供した方が僕はいいんじゃないかなと思っているという話でございました。ということで以上、毎日ポジティブ259回目でございました。ご清聴ありがとうございます。